ウエストサイド物語、ウエストサイド物語、ウエストサイド物語、ウエストサイドストーリーは、アーサー・ローレンツ脚本、レナード・バーンスタイン音楽、スティーブン・ソンドハイム歌詞のブロードウェイミュージカル、ゲン・アン・ジェローム・ロビンズ、1957年初演、ウエストサイドストーリーとも呼ばれる。シェイクスピアの擬曲、ロミオとジュリエットに着想し、 当時のニューヨークの社会的背景を織り込みつつ、ポーランド系アメリカ人とプエルトリコ系アメリカ人との二つの異なる少年飛行グループの構想の犠牲となる若い男女の二日間の恋と死までを描く。1961年に映画化されたウエストサイド物語を参照。ニューヨークのウエストサイド。午後5時。ポーランド系アメリカ人の少年飛行グループ、ジェッツ。 ジェット団と、新山のプエルトリコ系アメリカ人の、少年飛行グループ、シャークス、ヤーク団は、縄張りをめぐって対立している。今日も二グループの間で、争いが起きるが、警官の呼ぶ小笛の音に止められる、プロローグ。クラプキ巡査とシュランク警部補が現れて、少年たちに説教をして帰っていく。ジェッツのリーダーリフは、シャークスとの関係をはっきりさせるために決闘しようと、 言い出し、ジェッツのメンバーが賛成する。ついては、決闘についての取り決めをシャークスとする必要があり。リーフは、自分の副官に、トニーを選ぶ。メンバーは初めトニーはもう抜けたと、反対するが、リーフは、海兵隊のように、一度ジェッツになったら、死ぬまでジェッツだと歌う。メンバーもついには了解し、夜に、中立地帯である体育館で行われる、ダンスパーティーで、 シャークスのリーダールナルドに決闘の申し込みをすることにし、全員でジェッツが一番だと訴え踊る、ジェットソング、ジェットソング。午後5時半、ドックの経営するドラッグストアで働くトニーに、リフがパーティーに来るよう頼んでいる。追い払おうとするトニーはなぜジェッツに興味を失ったのか、聞かれ、ここ1月何かが来るのを予感して、毎晩目が覚めること。 その何かを楽しみにしていることを語る。せがむリフについに俺、トニーはパーティーに行くことにする。後悔するだろうというトニーに、リフがそれはわからない。ダンスでその何かが待っているかもしれないと言って去って、行くと、トニーはその言葉を受けて、素晴らしい、何かが、確かに今晩来るかもしれない、と歌う。サムシングスカミング、何かが起こりそう。6時、ブライダルショップ、アニタが、 マリアのコムに温用の白いドレスをパーティードレスに作り替えている。マリアが胸元をもう少し広げるように頼むが、アニタはベルナルドとの約束を持ち出して聞かない。セリフからマリアがチノと結婚するために合衆国に来て、まだ一月であることがわかる。完成したドレスをマリアが着たところにベルナルドとチノが現れる。マリアが 今夜が私のアメリカの若い女性としての人生の始まりといって回り出すのをきっかけに場面転換。夜10時、体育館のダンスパーティーでジェッツとシャークスが踊っている。グラッドハンドとクラップ機が現れ、二つのグループを一緒に踊らせようとするが失敗し、マンボのリズムに乗ったダンス合戦になる。その渦の中に現れたトニーはマリアと出会い。 二人は芝叩く間に恋に陥る。唇をかわそうとしたところに、ベルナルドが妹に近づくなと現れ、チノにマリアを連れて帰るよう命じる。帰っていくマリアに、チノが、さあ、マリアと声をかけたのを聞き、トニーは彼女の名を知る。トニーに迫ろうとするベルナルドに、リフが割り込み、一時休戦とドラッグストアでの話し合いを約束する、ザダンスアットザジム、体育館でのダンス。 トニーは一人夢見心地でマリアの名を幾度も口にして叩えるマリア。11時トニーは裏路地でマリアを探し回り建物上階の窓に彼女を見つける。二人は彼女の家の非常階段で互いの気持ちを確かめ合うトゥナイト、トゥナイト。別れ際に翌日の夕方にマリアの働くブライダルショップで会う約束を交わす。トニーと入れ替わりに シャークスの面々が帰ってくる。マリアをコントロールしようとするベルナルドに、ここは女性も自由に楽しめる国アメリカだとアニタは言う。話題はトニーに及び移民二世でもアメリカ生まれであるゆえに、アメリカ人の彼と外人扱いの自分たちの境遇の違い、アメリカに来た時の期待、プエルトリコへ帰って、錦を飾る希望を彼らは語る。アニタに促され、ベルナルドは少年たちを率いて、 ドックの店へ向かう。そんなに故郷がいいんなら帰ればというアニタをきっかけに、美しい故郷を懐かしむロザリアと故郷を嫌悪し、アメリカを称える他の少女たちが歌い合うアメリカ。12時。ドラッグストアでシャークスを待つジッツ。興奮したメンバーに、リフは落ち着け、クールに振る舞いと歌うクール、クール。シャークスが現れ、決闘の条件の話し合いが始まる。 翌日、高速の降下下まで決まり、武器で揉めている最中、入ってきた、トニーの提案で1対1の素手を決定し、ジェッツからはディーゼルが選ばれる。シュランクが現れ、ギャング団たちは去る。シュランクは、決闘について、聞き出そうとするがドックとトニーは口を割らない。シュランクが去った後、トニーはドックに自分が恋に落ちたことを話す。翌日午後5時半、ブライダルショップ。 マリアがアニタを先に返そうとしているとトニーが現れる。アニタが去った後、マリアはトニーに素手であろうと争うのは良くないと、決闘の場へ行ってやめせるよう約束させる。それから二人は、結婚式の真似事をして、お互いの愛を再確認する。ワンハンド、ワンハート、一つの心。6時。ジェッツとシャークスのメンバーは、今夜の決闘を、アニタは決闘後のベルナルドとのデートを、そして、 トニーとマリアは夜の再会を心待ちにする思いをそれぞれ歌うトゥナイトトゥナイトクインテット九時高速道路の高架下で決闘が始まる遅れて現れたトニーは決闘をやめさせようとするがうまくいかずベルナルドのトニーへの嘲笑に逆上したリフが手を挙げベルナルドとリフはナイフを持ち出して争い出すリフはベルナルドを追い詰めるが 押さえつけるディーゼルの手を振り払い止めに入ろうとした、トニーに気を取られた、一瞬の隙に、ベルナルドがリフを刺し、トニーもリフのナイフでベルナルドを刺す。乱闘となるが、警察の笛の音、続く、サイレン音に、少年たちは殺された二人とトニーを残して散る、ズランブル、決闘。マリアの名を呼び立ち尽くしているトニーを戻ってきた、エニバディズが我に帰らさせ、二人も逃げていく。 9時15分。部屋でコンスエーロ、ロザリアンが決闘後のデートに向けて身支くをしていると、同じく着飾ったマリアが現れ、決闘はない。今夜は、私の結婚式と告げる。私はなんて可愛いんでしょうと弾ける喜びを歌う。彼女をコンスエーロたちは怪しむ。I feel pretty, 素敵な気持ち。そこに決闘から逃げてきたチノが現れ、決闘の経緯を語り始める。 ベルナルドについて話そうとするチノを遮ってマリアがトニーの安否を尋ねるとチノは凍りつき、そして奴が君の兄さんを殺したと伝える。マリアは嘘だと叫びながら自室にこもり、チノは家具の後に隠されたベルナルドの銃を懐にしまい部屋を去る。マリアが自室の諸女マリア像に祈りを捧げているとトニーが現れる。マリアは 人殺しと罵り叩くが、トニーが言い訳の中で警察に行くと、口にすると、それを止める。トニーがどこか、遠くへ連れて行くよ。どこかに、僕たちの居場所があるはずさと歌うと、皆が、仲良く暮らす。夢の世界が現れて二人を包む。オフステージの女性が、皆が、仲良く暮らせる世界がどこかにある。そこへ行こうと歌う。サムウェア、どこかへ。しかし美しい世界が崩れ始め、 ベルナルドとリフが現れ、恋人たちは引き裂かれる。二人は、現実世界に引き戻され、不安を追い払うように、私の手を取って、もうすぐそこと、歌の最後の不死を繰り返す、プリセシャネンドナイトメア、行列と悪夢。十字決闘の場から散った後再会できたエイ・ラブと、ベイビー・ジョン。死刑のクラップ基準さと出くわしてしまい。 決闘についての尋問を交わそうとしてしょっぴかれそうになるがうまくごまかしてい払う。他のジェッツの仲間たちと合流し自分たちを人間扱いしない警察やたらい回しにする役所のモノマネに絡めて自分たちが不良になったのは家庭環境や社会のせいと歌う G ・オフィサー・クラップキ・クラップキ巡査殿。エニバディズが現れ、チノがトニーの命を狙っていることを知らせる。 ジェッツたちは手分けして、トニーを探し出すことを決めて散る。十一時半。マリアの寝室のベッドでは恋人たちが寝ている。アニタが現れ、トニーは、ドックの店で会うことを約束して窓から逃げる。トニーがいたことに気づいたアニタは、自分の恋人でありマリアの兄であるベルナルドを殺した、トニーのような男など忘れろとマリアに言うが、英イ以来クザット、あんな男、結局は、 マリアのトニーに対する愛情の強さに二人の関係を認め、チノがトニーを探していることを教える。アイハブラブ、私は愛している。シュランクがマリアの事情聴取に訪れ、アニタはマリアの頼みを受け入れ、彼女が遅れることを伝えるために渋々ながらドラッグストアへ向かう。11時40分、ドックの店ではジェッツが集まり、ドックとトニーは地下にいる。そこへ、アニタが訪れ、 ドック、さらにはトニーに会わせるように頼むが、アニタを信じない少年たちは彼女をからかい、恥ずかしめ始める。寸でのところで、ドックが現れ、驚いて、少年たちを叱りつけるが、怒りに燃えるアニタは、マリアはチノに殺されたとあんたらの友人に伝えなと、嘘を言って去る、トーンティンシン、あざけりの場面。11時50分、アニタの嘘を本当だと思い込んだドックは、 地下室にかくまっているトニーにその話を伝える。自暴自棄になったトニーは、店の外へ出て、チノを呼び、僕も殺せと叫び回る。12時。チノを呼び回るトニーを、エニバディズが止めようとするがトニーは聞かない。と、影の中からトニーは、マリアの姿を見つけ、駆け寄ろうとするが、その瞬間チノの銃弾に倒れる。倒れたトニーを抱くマリアの元へ、ジェッツ。 シャークスの双方が駆けつける。トニーが自分の芯が足りなかった。ここでは二人は一緒にさせてもらえないと言い,い、マリアはどこかへ行こうと答える。二人はサムウェアの一節を歌うが、トニーはマリアの腕の中で息を引き取る。マリアはしばし歌い続けようとするも、現実を悟り、トニーの体を地面に置く。アクションがチノに近づこうとするがマリアはこれを制止。 シノから拳銃を取り上げ、ジェッツやシャークスの面々に銃口を向け、みんなが彼を殺したのよ。兄さんもリフもと叫び、今や憎しみを抱いた自分も人を殺せるのだ。一発を自分に残してというが引き金を引くことはできずその場に泣き崩れる。シュランクが現れトニーの遺体に近づこうとすると、マリアは遺体に飛びついて触らせず、トニーに接吻をする。ベイビー・ジョンが地面に落ちたショールを拾って、 マリアの頭にかけ、ジェッツとシャークスのメンバーが共に、トニーの遺体を運び、壮列のように皆がそれに続く。ついにマリアも立ち上がり、頭を高く上げて、列ッツの最後に続いて退場し、大人たちだけが、舞台になすすべなく取り残される。その後、トニーの死後、ドックの店を継ぐためにアクション、アイス、チノ、ペペがアルバイトとして働く。 以下は、脚本上のセリフがない役。1957年8月20日に、ワシントン DC で、トライアウト、試験工業として初演。フィラデルフィアでのトライアウトを経て、同年9月26日に、マンハッタンのウィンターガーデンシアターで、ブローウェイ初演が行われた。演出、振付は、ジェローム・ロビンズで、この上演によりその年のトニー賞、最優秀振付賞を受賞した。 他に、オリバー・スミスが、トニー賞舞台美術賞を受賞している。キャストのほとんどは、無名の新人であった。732公演を重ねた後、ツアーを行い、1960年に、ウィンター・ガーデン・シアターに戻りに253公演行った。ヨーロッパ初演は1958年12月、ロンドン・ウエスト・エンドのハー・マジェスティーズ・シアターで行われ、 1961年6月まで1039公演を重ね、その後1962年2月からスカンジナビアツアーを行った。ウエストエンド公演でもロービンズが演出、振付を担当し、ピーター・ゲンナローが振付を共同担当した。この公演では1961年の映画版でベルナルド役を演じアカデミー賞を受賞したジョージ・チャキリスが、 リフ役で出演している。また、アニタ役は、ブロードウェイと同じく、チタリベラが演じた。1960年代より、世界各地で公演が重ねられているが、特筆される公演として1980年の、ブロードウェイのリバイバル公演が挙げられる。この公演は、オリジナル公演と同じく演出、振付ロビンズ、舞台、オリバー・スミスにより、 1980年2月14日より、ミンスコフ劇場で行われ、11月30日の、千秋楽までに333公演行った。2000年には、スカラザの公演にかかり、話題となった。2008年8月より、マイケル・ブレナー製作 BB プロモーション主催、50周年、記念ワールドツアーとして、オリジナル脚本のアーサー・ローレンツ演出に基づき、 上位マクニーリー、ジョーキス・カラザ公演以降も担当を演出で世界各地を公演している。ドイツ、フランス、スイス、オーストリア、スペイン、オランダ、イタリア、日本、シンガポール、中国、台湾などを巡回中。2009年3月19日より、ニューヨーク、ブロードウェイのパレスシアターにて、オリジナル脚本のアーサー・ローレンツ演出による、 リバイバイル公演が行われたこのリバイバル公演では、プエルトリ個人の若者の物語であることを、今回の公演で、脚本を担当しているアーサー・ローレンツ自身が、より強調したいとの思いから、一部の楽曲の歌詞や、セリフに、スペイン語が多く取り入れられていた。日本においては、1964年に、ブロードウェイのキャストによる公演が行われた。その後、 1968年に宝塚歌劇団において公演が行われ、ウエストサイド物語を参照。1974年以降に劇団式によって公演が重ねられているウエストサイド物語を参照。その他、2004年に少年隊、嵐などによって演じられたことがある。日本での上演権は現在株式、外社イ,インターナショナルミュージカル出身者が保有している。 また、前述のマイケル・ブレナー製作 BB プロモーション主催50周年記念ワールドツアーが日本に巡回し、2009年7月から8月に名古屋、東京、西宮で上演された。2017年7月には東急シアター・オーブ5周年記念公演の一環として、レナード・バーンスタイン生誕100年記念のワールドツアーが来日し、公演が行われた。 tbs テレビなどにより i h i ステージアラウンド東京においてウエストサイドストーリーとして長期公演が予定されている2019年8月から10月にかけての来日公演同年11月から2020年1月にかけての日本語版シーズン1公演それ以降に日本語版シーズン2シーズン3の公演が行われる公演や 様々なアレンジ版の録音が発表されている。1957年にブロードウェイのオリジナルキャストによる録音が行われたコロンビア CK32603。1961年の映画版のサウンドトラックも同年発表された。1984年にバーンスタイン自らが初めて指揮をし、著名なオペラ歌手を起用したアルバムが作成された。 マリアに、キリテカナは、トニーにホセカレイラス、アニタに、タティアナ・トロヤノスを配し、サムウェアを、マリリン・ホーンが歌っている。また、マリアとトニーのダイアログ部分は、バーンスタインの子であるニナ・アレクサンダーが務めている。この時の録音の様子は映像に収められ、ドキュメンタリーとして公開された。全曲完全録音は1997年に、ジョン・オーエン・エドワーズ式。 ナショナルシンフォニーオーケストラにより初めて行われた。2007年には50周年記念として、マリアに、ヘイリー・ウェステンラ、トニーに、ビットリオ・クリゴーロを配したアルバムが発表された。レナード・バーンスタインは1960年に、シドラミンとアーウィン・コスタールの手を借りてミュージカル中の主要曲を集めて編曲し、オーケストラのための演奏会用、組曲、 ウエストサイドモノからのシンフォニックダンス、シンフォニックダンシズ・フロム、ウエストサイド・ストーリーを作った。初演は1961年2月13日、カーネギー・ホールで、ルーカス・ホス式のニューヨーク・フィルーモニックによって行われた。バーンスタイン自身による複数の録音、1961年、ニューヨーク・フィル・ハーモニック、1983年、 ロサンゼルスフィルハーモニックがあるほか、しばしばオーケストラのレパートリーとして、実演録音が行われている。構成は次の通りで、全曲が切れ目なく演奏される。演奏時間は約30分。アービング・シュルマンによって小説化されている。この中で、シュルマンはトニーにウィチェック、マリアとベルナルドにヌネス、リフにロートン、チノにマルティン、アニタにパラチオという性を与えている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。